チョムリツー、こんばんは。はい、今日も文法です。最後ですね。はい、今回の文法は、ナウペルね、英語だと、when、日本だと、時。OK、when ね、when。で、まあ、否定形、形容詞、名詞、動詞と使う時に私はしましたけど、まあ、今回は、過去形にしましょう。まあ、ちょっとね、練習しましょうか。現在形の動詞ね、例えば、リエルはね、勉強します。これは現在形ですね。現在形。だけど、ちょっと過去形にしたいときに、動詞は過去形にしたいときに、マーンをここにつけます。マーン、あとは動詞。マーンはここにつけるときね、この動詞は過去形になります。例えば、リエル勉強しますという意味です。で、マーン、ここにつけましょう。マーン、リエル勉強しました。という意味ですね。はい、でもう一個は、タウ。タウはね、現在形です。行きますという意味ですね。マンタウ行きましたという意味です。マンタウね。だから、ナウペイはね、これね、過去形にしたいときね、動詞もあるから、動詞、形容詞、名詞。ね、これは、このナウペイはね、過去形にしたいときは、まず、ナウペルで動詞、形容詞、名詞はそのままいいです。だから過去形はしなくてもいいです。まあ、過去形はしないです。過去形はここはしないけど、もう一個の文章は、こんな感じね。元の文章はこんな感じです。もう一個の文章は動詞、ここね。バンは必要です。バンが必要。まあちょっと難しいと思いますが、まあ、とりあえず例文もね、勉強見ましょう。練習しましょうね。例えば、ナンペルタウプラサパコワ、アンコールワと行くとき。ちょっとね、これね、これは、この文章は過去形にしましょう。この文章ね、過去形にするときね、過去形にするとき、こちらの動詞は、とりあえずそのままいいですね。現在形みたいな。そのままいいです。だから、アンコールワと行くときって感じで。アンコールワと行くとき、で、ニョンバンチュウサンポ。私はサンポさんに会いましたという意味です。OK。バンチュウはね、会いました。バンチュウは会いました。会いましたね。これは、過去形ですね。サンポさんに会いました。私はサンポさんに会いましたという意味です。から、これね、過去形したいときね、これはそのままいいです。だけど、最後の動詞、過去形にしましょう。過去形にしましょう。だから、この文章は過去形にしましたね。はい。ナウペルタウプラサアンコワキヨンバンチュウサンホウ。OK、2番目。ナウペルジョウ。ナウペルジョウね。ジョウは夜ね。夜の時に、ナウペルジョウ。キヨンバン、ニャンバンチムイ、ムッテ。OK、バンニャンバイ。バンニャンね、食べました。という意味、バイご飯。ご飯を食べましたという意味ですね。にゃんばん。ばんにゃんばんご飯を食べました。で、チームはね、一緒にという意味ですね。一緒。で、まあ、ペアは友達、まあ、ペア。なので、夜の時私は友達とご飯を食べましたという意味です。夜の時私は友達とご飯を食べましたという意味。だからこの文章は、これは名詞だけど、過去形にするときはこれしないです。しないですね。
過去形はこちらになります。最後になります。こんな感じで動詞マンね、これです。動詞がね、あとはマンね、夜の時私は友達に、あ、友達とご飯を食べましたという意味です。で、3番目ナウペル、あ、ボンオントゥ、オッケー、ボンオントゥはね、ボンオントゥは水の祭り、水を祭るとき、ナウペル、ボンオントゥ、お祭、あの、水を祭るとき、ヒヨンパンテン、トゥルサ、トゥルサは携帯、携帯ね、トゥルサ、携帯、バンテン、テンは買うね、バンテンは買いましたという意味です。だから、水を祭るとき、私は、あの携帯を買いましたという意味です。はい、今日の文法はここまでですね。また明日に会いましょう。